これから出版社の方に行ってきます。雨がザーザー降ってるのでちょっと早めに出ます。はい、こんにちは、あゆみりえこです。今発売中の女性セブンさんに、掲載されてますので、よかったらチェックしてみてください。私のマッチアプリ体験談ということで、いろんな体験談が載ってるんですけど、マッチングアプリでデートしたことって1回しかないんですよ。これは日本のマッチングアプリじゃなくて、台湾に住んでた時にマッチングアプリをちょっとやってみて、1人だけ会いました。はい、1人だけメッセージやり取りして会えたんですけど、映画館に行って映画見て、あとご飯食べて解散みたいな感じだったんですけど、日本でマッチングアプリ何個か登録したこと昔あるんですけど、一度も会ったことはないです。メッセージのやり取りだけで終わっちゃいました。マッチングアプリは本当に難しい。顔が見えない相手というか、まあ顔は写真で見えてるかもしれないけど加工だったりするので、なんかね、よく相手の実態がわからないっていうのがあって、私はもう今やってないんですけど、昔は結構やってた時期もあって、でもなかなかね、マッチングアプリうまくいかないな。投資詐欺の誘導が多かったり、なかなかマッチングアプリもやる機会ないかなって思ってますけど、またふって気が向いた時にやるかもしれないです。ということで、ぜひ読んでみてください。今日はこれから雑誌のゲラのチェックと、あとインタビューが2本出版社であるので、これから出版社の方に行ってきます。雨がザーザー降ってるのでちょっと早めに出ます。はい、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それでは行ってきます。